5月4日12時43分。ね、これ裁判所のホームページなんですけども、初めて見る方、ショックだと思うんですけども、私の行った裁判で、この上田類と表記されてますけども、類なのか。その時の私が提出した昨年2023年の、書類では、こういう名前ではありませんでした。上田までは同じです。その後は違うんです。これどういうことか、本当の話知ってること、人います？一般人にまでここまで何か物事を内密にしようとしていたのはなぜなんです？これこそテレビ局で報道しなきゃならない。これ、もしかして全員本名じゃない人ばっかり集まってるんじゃないですか？あのホームページで記載されてる人たち、もしくは一度名前変えたとか、簡単な名前の人は、子供の頃から、ね、の生まれてきた名前の可能性は高いです。ただ難しい漢字を使ってる人たちは多分改名します。小学生の頃とかテストの答案に難しい漢字の名前書けるかって言ったら書けないです。で、あと効率性が悪い。だから日本はひらがなとかカタカナが使用され始めた。